関係者によりますと、阪急梅田本店や阪神梅田本店など複数の店舗で、去年3月までの3年間に免税の対象とならない日本に住む中国人らに化粧品などを大量に販売するなど、免税販売の要件に該当しない取引が多数ありました。国税局は3年間の免税売上のうちおよそ20億円が免税要件を満たしていないとして、消費税およそ2億円を追徴課税しました。調査では同じ人物が免税の上限額の購入を繰り返すケースも見つかり、国外に持ち出されていないことから転売目的の可能性が高いとみられています。阪急阪神百貨店は修正申告に応じ、再発防止に努めたいとしています。